久保さん。今回テーマ、金持ちブランディングにしましょうか。金持ちブランディング。最近ですね。も、ま、うあのー、活動画というかね、僕に関わらないでくださいみたいなね、動画をね、作ったんですけど。なんかまあ、東大生っていうのは、本当なのかな。なんかちょっと前からちょっと怪しいなと思ってたんですけど、まあ、レター見てくださいみたいな。明らかにレターが、やばいんですね <laughs>。いや、こんなに稼いでんだったら、 まあそのね、貯金の,その残高とかもやばいんですよ。いや、こんなに稼いでんだ、別に僕のお問い合わせしねえだろうと思ってたんですけど <laughs>。まあな、何回かやり取りしてたら、結論めっちゃ持ってた、みたいなね <laughs>。結論めっちゃ持ってた、みたいな <laughs>。で、その、なんだ、言われたのが、情報ビジネスって、その結果を盛ることを、持ってもいいんですかみたいな聞いてきて。え、それって、俺々詐欺、 してもいいですかっていう質問をしてるのと一緒でしたよね、みたいな。<laughs> 勘弁してください、みたいな。あの、他の人から習ってください、みたいなね。うん。まあ、回答はしたけど、もうこんな質問来るんだったら回答しませんよ、つって、ぶわー言ったんですけど。<笑><笑>まあ、僕も学びがあったんでね。まあ、結局、僕の発信、僕の発信でそれを引き寄せてる部分もあるので、僕の発信の仕方がまだまだなんだな、っていう。まだ1万5千本取ってもまだそういう人が来るのかと。 まだまだやなとで。やっぱ100万本目指さんとあかんなっていうね、学び直しになったんですよけど、ここまでワンツー動画とか撮ったりとか、1万5000本撮って、泥臭いことやってるのに、まだその人来るかみたいな。どう考えても、そこちゃうでしょ僕、みたいな、ね。で、まあ、まあ今僕本当にその、あんま見てないんでわかんないですけど、あの、本当にその、なんだ、 わかるんですけどね。まあそのお金持ち、まあインスタとかもね、まあありますけど、その、まあ金稼いでるぜみたいなね、お金持ち風を演じることによって、ああ、この人すごい人なんだなっていう権威性というか、興味性というか、ね、それはテレビ番組でもお金持ちか貧乏かっていう2曲なので、まあその、まあ人が興味持つものですよね。 うんでもね、あの、結局ね、続かないですね。それが本当だったらいいんですけど、前澤社長みたいにガチだったらいいんですけど、そガチじゃない場合って、多分ね、10年続かないですよ、それで。<laughs> おそらく。うん。だやっぱね、続ける本当に、どのスパンで考えてんのかって話で、10年、20年、30年、40年スパンで考えてるんだったら、 多分ね、それをやる人って多分今なんですよ。今稼ぎたいみたいな。で、今も稼げ、今もぶっちゃけ、今もあんま稼げてないんですけど。<laughs> なんかねうん、どう捉えるかですね、やっぱり。僕は自分の今のブランディングをこう始めた時に、あの考えたのが10年後、20年後、30年後の YouTube の方針なんですよ。だから今始めた時からもう30年後、40年後の方針が決まってるんですよ。 今始めた時はここのね、ゴール地点を決めてるわけですよ。で、僕が色々 YouTube をやっぱりリサーチしてた時に、結構何回も出したりするんですけど、柴田さんっていう人が、本当に壁紙こう剥がれたりとか、まあ、こんな感じの絵面でねこ、多分ね、こんな感じの絵面なんですよ。マジで。で、これずっとそれでね、その絵面でずっとやってるんですよ。あ、これでいったら、めちゃ楽だなと。これでいったらめちゃ楽だぞ、みたいな。 <laughs> で、そこで僕はもうこれだって決めて、あの、ただこう喋るっていうスタイルですよね。YouTuber みたいに編集して企画してっていうのをやらず、もうずっと淡々とカメラに向かって喋るっていう。で、これで聞いたら、めっちゃ楽だなっていう。うーん。ただ、昨日か、2日ぐらいかかった、1日ぐらいか、まあ、厳密に言うと、えー、十何時間ぐらいだと思うんですけど、まあ、あの、 なんだ動画を編集したんですよ。動画を編集。で、テロップとかかっこよくしたりとかして、久しぶりにやったんですね。超大変でしたよ。なんかね、10分ぐらいの PV なんですけど、1日ぐらいかかったんで、うーん、それ続けられないですね、僕は。<laughs> やっぱり。うん、でも、こ、このスタイルだったら続けられるんですよ。うーん。 だから自分のスタイルってあると思うさ、もちろんヒカキンさんみたいにめっちゃ編集して続けられてる人もいるので、まあ、無理じゃないと思うんですけど、僕は僕のスタイルで僕が続けられること、僕が10年後も20年後も30年後も続けられるスタイルですよね。それを僕は選びました、僕がね。ただ僕のスタイルはあなたのスタイルではないので、あなたのスタイルを選べばいいと思うんですけど、じゃああなたのスタイルはそれ続きますかっていう。続くんですか 5年後も10年後も20年後もって話でうーん,なんか多くの人ってなんか服で例えるならばあのみんモデルの雑誌とか見てなんか自分に合ってはいないんだけど世の中ではこういう服が流行っているから着てみるまあそれは仕方ないことまあ人間の興味性があるところがあるので仕方ないところなんですけどやっぱね最終的には自分のスタイルっていうのを確立しない限り あの続けられないと思うんですよねうん。だって無理してるわけじゃないですか、そもそも。無理してる、もしくは嘘ついてるって話ですよね。だから昔ね、草薙剛さんの嘘の戦争っていうのがあったんですけど、嘘もずっと突き続けて、突き詰めてつらあの、ぶち抜いたら嘘が本当になるっていうね、結構面白かったんですけど、なるほどなと。 じゃあ、そのお金持ちブランディングを30年、40年続けたら多分本土になるかもしれないですね。あの、河本さん。河本さんどこ行ってますかね河本さんでしたっけあ河本さん結構ぶち抜いてましたよね。あの人結構す,すげえなと思いましたよね。<laughs> 河本さんでしたっけちょっと忘れちゃったんですけど。まあ、完全だろ、みたいな。でもなんか行き切ってますよあの人ね。あの人はね、なんかちょっと、まあ今はでもいない、い今いんのかな河本さん。ちょっと調べていいですか 川本さんですよね。川本ネットビジネス。川本じゃなかったっけな川本じゃないか。なんで調べれば出てくるんだもはや。<laughs> なんすかねあの人。あの人多分もうやってないですよね。川本じゃなかったっけななんかね、あの、ハッと着てね、もう川島さんのパクリやろみたいな。もう完全川島パクリですよね。なんでっか いや、もう YouTube ないのかなあ、いた、いた。あった。あった。これだ。この川本ま、まぎ。この人だ。ねこの人、すごかった。あった。パソコン1台で世界飛びは年収1億ブルフェ川本さん。<laughs> いた。まだ YouTube あった。あ、でももう動画撮ってないですね。動画はアップロードされてないですね。久保さん。4年前に動画がアップロードされて。 もう、あれですね。そう。6年前とか4年前に動画がアップロードされて、続いてないですね、動画、計測。<laughs> パソコン1台で世界で飛び回る年収1億円ブロガー。川本さん。続いてないですね。これブログ続いてんのかなあ、これ LP はまだありますね、これ。LP はまだリストは取ってますよ、一年収1億円プロジェクト。 これまだありますね。LP は、LP はまだありますよ。しかもこれどう JP ドメインで撮ってんの ?JP ドメインじゃないか <laughs>、うん、でもまあ動画は続いてないですね。うん、はい。まあいろいろお話ししましたけど、あの、自分のスタイルでいいんじゃないですかであとは、あの、やっぱりお金持ちじゃないのにお金持ちっていうのは、 ちょっとしんどいっすよ、多分。普通に。<laughs> 普通に。だからね、僕ね、億万長者が、まあ、今回の映像を編集してたのが、久保さん。あ11月、ヤマトんの誕生日じゃないですか。久保さんの誕生日でキャンペーンやりましたけど、ヤマトんの誕生日にも、キャンペーンするっていうね、億万長者合宿の映像を売るんですけども。<laughs> 人の誕生日乗っかるみたいな <laughs>。で、その億万長者合宿の、あの、PV 作ってるときに、まあ、できたんですけど、 あの僕しか編集できないスタイルっていうねそこを入れてくるっていうねうまあいいやでそれでその借金の話してるんですよねその借金あるのに180万の商品売れましたみたいなうんだからねもはやどんな状況でも売ってくっていうねでもその売れた理由っては何かっていうとやっぱ素直だったからじゃないかみたいな話をしてるんですけどねうん まあもちろんいろんなテクニックで、あの、騙すこともできますよ。てか、あの、オレオレ詐欺なんかはもう典型ですよね。あれテクニックでしかないですよね。うん。だって、信頼もクソもないじゃないですか。いきなり電話するわけですからね。うーん。か世の中にはいろいろなテクニック、テクニカル的な部分で人を騙すすぐなんだ。そういう方法ってあると思うんですけど、でもそれって僕続かないと思うんですね。うーん。 まあ、オリオリ詐欺は続いてますけどね <laughs>。うーん。てか、売り上げ、すごいっすよね。こう、テクニック向上してるますよね。オリオリ詐欺の。ああ、あれすごいっすよね。うん。でも、やりますかっていう話ですね。自分が。僕はやらないっすね。うーん。僕はもう、あの、でも逆に、た、あの、 確かに、なんか、俺より詐欺の売り上げって上がってるみたいなんですけど、でもね、僕ね、俺より詐欺って、断られる確率の方が絶対高いと思うんですよ。ただ、一部の人だけ黙、あの、一部の人だけ結構お金入れるんで、あの、まだあると思うんですけど、でも、断られてる、ガチャ切りされてる方が多いと思うんですよ。電話番号をかけて。多分ね、失敗してる数の方が絶対多いんですよ。間違いなく。逆に言うと、あのメンタルすごいなと思うんですよね。 多分絶対失敗してる数のが多いけど、メンタル強えな、みたいなね。で、あとは、その、なんだろうなうん。僕と久保さんのやり方の方が結局楽なんじゃないかなと思うんですよね。で基本的に、その、断られることがあんまりないんですよ。なぜならば YouTube で発信するじゃないですか。で、向こうが、視聴者が勝手に来てくれるんですよね。 YouTube って、ただ YouTube に動画をアップロードするという行為で、で、その、そこに動画があって、そこに人が勝手に集まってくるんですよ。だから、自分でそのテレアポじゃないんですよね。自分がその、ま、知らない人に対して電話かけるっていう行為じゃないし、勝手に見てくれて、勝手にファインになってくれるので、楽なんですよ、やりとりが、まあ。めっちゃ楽だと思いますよ。だけど、こっちからプッシュじゃないので、 あの大変な部分はもちろんありますよ。だってオレオレ詐欺の場合は電話をかけたらもう繋がるじゃないですか。電話、まあ繋がない場合はあるかもしれないですけど、でも繋がりますよね。でも YouTube に動画をアップロードしてもダイレクトにいきなり繋がるかっていうと繋がらないんですよね。 だからこれはどっかの過程で再生数を上げるとか、まあ、本数増やすとか露出を増やしていく中で、徐々にこう見られていってっていう形なので、まあ時間はかかるし大変かもしれないですけど、じゃあ10年後、20年後、30年後見た時に、どっちの方が楽ですかっていう。30年後も一軒一軒、ね、電話してるのか、それとも30年後、何もほとんどしなくてもね、勝手に来るのか、どっちの方がいいかっていう。 で、僕がイメージしてるのは、1日10分、1日10分のカメラに向かって喋って終了です。もう多分これでいけるんですよ。1日10分。でも暇すぎるんで多分動画いっぱい撮ってるかもしれないですけど、でも僕できると思います。で、今も実際にね、あの、プロモーションやってるんで、1日1本の動画、対談音声をただ一般公開、一般公開してるんですけど、うん、もうそれでも全然いけるんで。ただぶっちゃけ1日1本が普通じゃないですか。<laughs> 1日10分喋ればいいんですよ。 これで仕事終わりってやばないですかで、勝手にお客さんが来てるっていうね。<laughs> だそこをね、もう明確的に僕イメージしてるんで。まあ、あの、年取ったら、あの、そんなにできないだろうし、70なって、なんか、1日100本とかね、まあ、無理なんで。<laughs> そう。まあ、いろいろお話し,しましたけど、まあ、お金持ちブランディングは、お金持ちじゃないんだったらやめた方がいいんじゃないですかねって話です、単純に。続かないですよっていう。 んだからインスタグラムもね、それで集客してる人でずっと続いてる人あんま見、見ないですね。正直。だいたいその、まあ、アカウント止まってるみたいな、更新止まってるみたいな人かなり多いですよ。インスタも。女子アカ、女子アカお金持ちブランディングですね。んだから4年前のアカウント見ると、もう更新止まってますもん。なんか4年前その、なんだ、だ,だからこの前ね、4年前そのダイレクトメール来た人を更新してんのかな、つってね。 見たらもう全く更新してないですね。そう。うん、そんなもんですよ。で逆に言うとそういうの知ってるんで勝てるっていうのもありますよね。負けないですよね。だってやめてくんで。な、うん、絶対勝てますね。はい。うん。いってらっしゃい。